こんにちは、レイセンです。今日は8月23日日曜日になります。絶食861日目、9位実験は19日目です。天気は晴れですね。現在時刻は午後1時9分ってところです。で今日も9位だね。9位を5個でフレッシュジュース1回作って、でそれがはけたらもう1回9位で作って、2回だね。でまあなるべく夕方か夜ぐらいまで持たせて、でそっからはあのグリーントーヤとか他のトヤミックスとかミックスで、まあ3リットル以下だねにはしたいと思ってるところです。今日使うキウイはこれ、ゴールデンキウイ1個とあとグリーンキウイを4個ですね。このうち1個、これが割と大きくてもう柔らかいね、かなり安くなってたんだけど、これで 501g です。490ですね。あと水、これ昨日の残りのやつ、神社の井戸水を500と、これターメリック入り塩水、これも飲んでいきます。すぐなくなっちゃったんで作っていきます。トロピカーナグレープを250、まあ2回目のフレッシュジュースは夜だね。で、有機豆乳を250。次入れていきます。マンゴーサラダを250。有機豆乳を250。香辛料、粉唐辛子を9回。で七味を9回、ブラックペッパーを9回、次入れていきます。パインレモンミックスを250で、有機豆乳を250。2回目のフレッシュジュース作っていきます。キウイ5個で 432g です。420ってところです。で今シャワー浴びたとこです。次入れていきます。やさし生活100、ベリーサラダを250と、有機豆乳250、あと水、神社の井戸水を500、次入れていきます。ベリーサラダを250、あとキッコーマン調整豆乳、一回にあったのもらってきた、ね、250。すぐ飲んじゃったんでもう一杯、マンゴーサラダ250で、調整豆乳250。やっぱ有機豆乳と調整豆乳じゃトヤミックスでも味がだいぶ違うね、うん、これはこれでいいな。次入れていきます。トロピカーナグレープを150、あれ100しかないな。有機豆乳を150あったってことで、じゃあ飲んでいきます。
次入れてきます。ベリーサラダを250。今日はたくさん飲む日になっちゃったね。これで5000近いよ。4800ぐらいかな。有機豆乳250。次入れていきます。マンゴーサラダ250と調整豆乳を250。おはようございます。今午後1時8分ぐらいですね。そしたらまあ10分ってことで計測入っていきます。ウエスト測っていきます。正面、側面、背中 66.5 ですね。血圧は111-69です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間6時間半ほどとっています。午前4時から6時までの2時間と6時半から11時までの4時間半、合わせて6時間半だけど、もうかなり適当なんで前後すると思います。また編集作業中に確認します。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなし。日中の室内温度、午後1時ごろ計測で32度、湿度は 44% でした。飲んだもの、野菜ジュースが 1750ml、豆乳は 2150ml、果物ジュースは400、果汁1回目キウイ5個 501g で 490ml と、2回目キウイ5個 432g で 420ml、 合わせて 933g で 910ml です。 0.9kg で910ですね。水は 1000ml、 ターメリック入り塩水は 150ml になります。合計が 6360ml、水1000、塩水150のため実質は 5210ml です。なので今日は 5.21L 絶食ですね。まあ増えちゃったね、今日増えちゃったけど、なんかバイオリズム低い日だったんで今日は、まあしゃあないかなってとこです。塩ぬちマース 1.5g、 ターメリックは 0.15g、 香辛料は0回入れています。尿回数は18回出てて、濃さは薄め、完全無色、平均的な濃さ、量は平均的少ない時がありました。大便が今日も1回出てます。午後4時40分頃、色カニ味噌色と黄土色の混ざり物で、チューブとバナナ状25センチでかなり柔らかめ、匂いはなしってところです。おならたまにありで、匂いは少しありってところです。今日の計測時刻は午後1時10分頃に計測しています。昨日よりも40分ほど遅いですね。まあ 0.05kg ぐらいはその分減ってるってことになります。体重 57.60kg、 昨日に比べて 0.1kg の増加です。なので昨日と同じ時間に測ったら 0.15kg の増加ですね。まあそうは変わってないですね。 BMI 18.2 でプラス 0.1、 体脂肪率は 11.2% で 0.1% の減少です。まあ体脂肪率もそう変わってないですね。血圧111-69、最高血圧プラス13、最低血圧マイナス3なんで、血圧がだいぶ上がっています。脈拍70でマイナス1、ウエスト 66.5 センチで変化なしです。今日の気づき。今日はまあ久しぶりに調整豆乳、キッコーマンのやつ飲んだんだけど、まあ結論から言うと、たまにはやっぱ入れてもいいかなっていうところです。お腹が膨れるんだよね。たくさん飲んじゃいそうな日っていうのかな。バイオリズムが低くてね、今日みたいにね。
そういう日は入れた方がいいかもしれない。優先的に調整投入とか特納とかね、まあどっちかって言ったら特納の方がいいかなと思うけど、うん、それ飲んでお腹を膨らませるっていうね、意図的に、まあ、やっぱあった方がいいかなってちょっと思ったんだけど、うん、最近ずっとなんか睡眠時間が長いんだよね。8時間9時間で睡眠時間がなんか妙に長くなっちゃってるんだけど、あれがね、きっかけがなんか砂糖を取った時以降なんだよね。砂糖を取ってからなんだよね、うん、キッコーマンの特納とか調整豆乳には砂糖入ってるもんで、まあ、睡眠時間伸びるんじゃないかなっていう風に、ちょっとその辺がまあネックではあるんだけど、あとお腹の調子もちょっと悪くなるんだけど、だからお腹はすごく膨れるもんで、味も割と違うから、うん、やっぱ入れるといいかなっていう気がしないでもないんだけどね、まあ、取らないのが一番いいに越したことはないだろうなとも思うけど、うん、どうしてもね、量が増えちゃうときは、まあそういうの取った方がいいのかもしれないとはちょっと思ったですね。うん、砂糖がな、この睡眠時間が長いのなんだろうな、これ。うん、どっかが脳とかね、脳とか体のどっかが疲弊してるんだと思うんだよ。その疲弊の原因作ったのは砂糖だと思うんだよ。間違いなくね。砂糖取ってからだもんで。うん、で、まあ、今までずっとやってきた感じからしてね、うん、なんだけどな、今日はね、とにかく最初の作ったキウイだね、のフレッシュジュース、あれ一気になくなったもんで、あ、もうその時点で今日はたくさん飲む日だなっていう、バイオリズムの低い日だなって思った。もう体が欲するんだよ、全然足りないよって感じで欲するんだよ。で、調子のいい日はね、もう最初のフレッシュジュースを二口三口飲んだらもうそれで済んじゃうんだよ。もうエネルギー十分ってなるんだけど、今日はもう全部なくなったからね、一気に平らげちゃったから、うん、これでも体が足りないっていうぐらいだったもんで、まあ5000で済んでよかったってとこですね、今日なんかは。幽体離脱に関してはね、できなかった。なんかね、最近睡眠時間が妙に長いっていうか、途中で起きてもね、なんか寝足りないっていう感じでだるいんだよ。脳は頭もだるいし体もだるいって感じなんだよね。あれやっぱ砂糖かな。で、前幽体離脱とか普通にやれてた時は、一度寝て途中、まあ2時とか3時とかで起きた時に頭冴えてんだよ。睡眠時間は十分取れたっていう感じになってんだけど、ここ最近は全然なんか足りないって感じなんだよね。暑さのせいかな、もしかしたら。で、明日も同じようにキウイだね。キウイでフレッシュジュースを2回だね。キウイ10個使ってやってみようかなと思っています。量はちょっとどのぐらいになるかわかんない。まあ、しばらく惰性でやろうと思うもんで、その方がいいのかもしれない。案外ね。そしたら絶食861日目完了です。それではまた明日。